焼肉遊びたーい。イエーイ。始まりました。あれちょっと声がなかなかいい。ハッシーよ。すいません、ちょっと今喉がやられちゃってる。絶賛。はい、私も花粉症なんですけど。あら、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。私も花粉症です。あ、成り立て成り立てらしいよ、また花粉症歴。今回ですね、この配置ということは、うん、久々にやってまいりました、はい、人気ベスト3シリーズでございます。人気ですよね。そうですね、再生回数もかなり伸びている。そうですね、うん、壁紙とかも1万3000とかいったね。僕のお客さんもむちゃくちゃ参考にさせてもらってますって言って。本当ですか。キッチンのお色味とか選んでもらいました。そうです、今回は、はい、TOTOさんのキッチンをご紹介します。なるほど。以前が宝スタンダードの扉をご紹介しまして、なんと今4000回ぐらい言ってるんですよ。おー、見ました。見ましたと、これから説明してますか。やってますから。見ましたか。はい、上げてますので。久留米建設ではですね、はいはいはい、あのミッテというシリーズを標準に採用しております、はい、キッチン のシリーズですね、はい、で今回はそちらのベスト3をご紹介したいと思います。じゃあレッツゴーってお願いします。いきます、はい、レッツ。そういえばさ、あの花粉症をかぶせるんかい。あ、すいません。かぶせるかい。ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあ、夏香ちゃん、お願いします。はい。レッツ。あ、そういえばさ、あの、おいおい、しっかり。ごめんね、ごめんね。ついつい気になったもんね、花粉症ね。ちょっと楽しかった。楽しかったね。うん。じゃあ、夏香ちゃん、はい、お願いします。レッツ、ゴーって、かぶせないんかい。ごめんなさい。はい、では、まず、第3位から発表します。はい。お願いします。第3位は、こちらの、アカシアベージュでございます。ベージュ、ベージュカラーです。木目に見えますね、はい、あ、そうなんですよ、はい、まあ、木目のベージュ色です。やっぱあの今結構ナチュラルテイストのお家ってまだまだ多いじゃないですか。そうだね、合わせやすいっていう、そういうことです。インテリアにやっぱり馴染みやすい。そうだね、そうだね。確かにオールラウンダーに多い。何にでも合わせやすいがオールラウンダーで、はい、結構やっぱあの床とかも明るめの木目とか多いじゃないですか、うん、それに馴染むようにキッチンも木目なんですね、うん、ベージュ系がまだ人気ということです、これでも3位納得か。納得ですね。納得ですよね。では続いて、はい、第2位でございます。第2位はダラーン。あれ、あれ、ラスグレーオークでございます。ラスグレーオーク、マットではないんですけど第2位にグレー系が来ております。でもそんなグレーっぽくはない。そうですね、ちょっとホワイトに近い系の、やっぱ北欧系とかもどんどん出てきてますので、なんか意外です。暗い色が一個も出てきてない。いや、本当だ。木目調なんだね。そうですね、そうですね、今3位2位で木目調が来てます。そうだよね、やっぱその2位のこの色も今ほら、あ、今ほらって家じゃなかった。去年の流行りもグレージュカラーが流行ったじゃないですか。そうですね、で新しいマンションとかも結構グレージュを使うところなので、う、まあ、そういうところも色味合わせる感じでグレー、オークなんで、あの木目のオーク柄ってわかりますよね。わかります、はい、そういう感じのデザインにもなってます。でもおしゃれですね。おしゃれ。そうですね、うんうんうん、であと横木目、縦木目とかあるんですけど、こちら縦木目のタイプが人気なんだ。縦木目もスタイリッシュに見えますか。うん、そういうこと。まあ、でも縦しかないのとか、あの横しかないっていうキッチンもあるので、るそこはですね、また打ち合わせとかで、はい、決めていきます。なのでまあ控えめでちょっと少しおしゃれをしたいという方に、うん、まあ、人気の色かなっていうことですね。では続いて最後第1位でございます。予想はいいですか。私やっぱ暗い色が来るのかな。でも私も暗い色かな。なんか石、石、あ、宝スタンダードさんがそういう系、そういう系人気なんじゃないかな。では発表します。お願いします。第1位はダダーン。マジでホワイト色でございます。一周回ったんでしょうね、なんかね。一周回った、ね、なんか一周回って白がいいみたいな。やっぱホワイト系のキッチン見られたことあります。とても空間が広く感じませんか。あ、確かに。あとやっぱ真っ白で柄もないので、うん、本当清潔感とか、はい、あと逆に上品さとかこう溢れ出るようなキッチンがあります。白なんで逆に合わせやすい。そうなんですよ、一番多分何でも合うしですね、うんうん、前回ご紹介したタグマホメルもホワイト色なんですよ。そのキッチンの後ろにカップボードも同色で来てて、本当すごく綺麗で、まず本当に広く見えます、うん、
で、あとはあとお値段とかもやっぱコストがお安いので、うん、ああなるほど、はい、あの新築だけじゃなくてリフォームとか、うんうん、そういうところでも使われると思いますので、トータル的にナンバーワンという、うん、デザインとコストでナンバーワン、なるほどね。あの宝スタンダードさんも言ってたんですけど、今年どんどん明るめの色が人気になってます。オフホワイトとか、はいはい、ちょっとベージュが入ってるホワイトとか、うんうん、ほんとちょっとずつ明るい色が今出てきて、そうなんですね。お掃除面とかが今結構重視される方が多いので、はい、まあ、清潔感を保つためにもやっぱこういうちょっと明るめの色をされる方が多いのかなっていう。で、TOTO さんのキッチンのポイントは、うん、センターラインキャビネットっていうのが TOTO さん特徴になります。収納がですね、いくつもあると思うんですけど、センターラインキャビネットっていうのは、うん、この中にもう一台引き出しがあります。はいはいはい。なので、でね、イメージがですね、こんな感じで、あ、なるほどね、こう取りやすい位置になるってこと。そうです、はい、もう料理しながらしゃがまずにそのままポンって取れるっていう。なので物も入れやすくて取りやすい。こういう風にあのオリーブオイルとか結構高さもあるのもあるので、うんうんうん、こういうのもしゃがまなくても取れる。そうです、こういう風にニラになってます。あー、いいです。あー、なるほど。で、この上の方がこうスライドできるっていう、うんうん、あのトートさんのキッチンもおすすめなポイントいっぱいありますので、はい、はい、ぜひこちらも参考にしていただければと思います。標準でこのトートのキッチンがつきますからですね。つきます。ぜひモデルとかでもですね、うんうん、あの体験ができるモデルありますね、うん、ありますので、はい、こちらもぜひ興味持っていただいて、はい、素晴らしい、はい、ありがとうございました。トートさんをいっぱい魅力していただきたいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ニコニコ遊びたいでした。バイバーイ。バイバーイ。